Hello, go to Philippines channel. マガンダン・アラウ、Go to Philippines channel のピナです。以前の動画でも、コロナ期間中犯罪統計件数が減少しているが、観光客が増えれば、犯罪件数も増加すると予測されるので注意が必要です。とお伝えしましたが、現在、フィリピンも開国され、多くの観光客がフィリピンを訪れ、邦人の観光客の被害が増加。在フィリピン日本国大使館から注意喚起が出ています。このチャンネルはフィリピン関連。特にマニラ、アンヘレスを中心に見聞きしたことや体験談をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。2022年5月10日、安全対策情報。マニラ首都圏及び近郊地域における邦人犯罪被害の傾向、注意喚起と注意すべき点などからお伝えします。フィリピンで発生する犯罪のほとんどはグループによるものとみられており、あらかじめターゲットを絞った上で犯行に及んでいることが多いと考えられます。集団すり被害。典型例の一つとして、商店街の歩道や狭い路地などにおいて、子供たちや不老者に取り囲まれ、小銭などをせがまれて、困惑している隙に、バッグやウエストポーチの中から、財布を抜き取られるという例が挙げられます。一人歩きは、できるだけ避けるようにし、また外出の際には、必要最小限の現金のみを持ち歩くようにする。あるいは財布を2個用意し、一つはすぐに取り出せるように工夫する。見知らぬ人物から声をかけられても、不用意に立ち止まることなく、毅然とした態度を示し、恐怖を感じた場合は、近くにいる第三者に大声で助けを求めるなどの行動を心がけるようにしてください。なお、困っているところを助けに入ってくれた現地人と仲良くなり、その後、他の犯罪に巻き込まれる、シナリオの一部になっている例もありますので、簡単に気を許さないよう、十分な注意を払ってください。このケースは、遭遇するケースがかなり高いです。まず、絶対に手などで払いのけるようなことはしないでください。虐待とみなされ、こちら側が処罰される可能性や、因縁をつけられる可能性があります。街中では、ストリートチルドレンや不老者を多く見かけます。声をかけることはもちろんのこと、キョロキョロせず、目をそらし足早に去るようにしてください。まとわりつかれても、立ち止まらず足早にその場を立ち去るようにしましょう。もう一つは、ショッピングモールのエレベーターやエスカレーター。あるいは、列車やバスの車中など、混み合う状況において、小銭やバッグなどを落とし、拾い集める人物と、これを手伝う人物などに行く手を阻まれ、進むことも退くこともできず戸惑ううちに、バッグやポケットの中から財布などを抜き取られるという例が挙げられます。買い物中または散策中も前後左右の人の動きにできる限り注意を払い、混み合うエレベーターやエスカレーターなどにはできる限り乗らないようにするなどの心構えが肝要です。これはよくある手口です。私も経験しましたが職人技です。拾い集める人物に気を取られずに身の回りに全集中。ひったくり被害。最近、バイクに乗った二人組によるひったくり被害が多発しています。繁華街や人通りの少ない通りなど場所は様々ですが、後ろからバイクで近づいて、肩からかけているバッグを奪う手口です。比較的女性が狙われやすい犯罪ですが、男性も被害に遭っています。外出時は、歩行中も周囲の状況に十分注意し、また、バッグなどはできる限り体の前に抱えて持つように心がけてください。なお、被害に遭った場合は、引きずられて大怪我をすることのないように、バッグをすぐに手から離すことも心がけておきましょう。肩掛けバッグなどが狙われやすいです。袈裟にかけ、バッグは必ず体の前へ、歩きスマホも厳禁です。置き引き被害。ファストフード店やショッピングモールなどにおいて、バッグなどの置き引き被害が相変わらず多発しています。現地人に話しかけられたので、これに応じている間に、という報告の多さも特徴の一つです。バッグ類は、常に目に見える場所で確実に管理するよう心がけ、また、席を外す際には必ず持ち歩くようにしてください。睡眠薬強盗被害。
これまでも再三注意喚起を行ってきていますが、マニラ首都圏に滞在される方、特に短期渡航者からの被害報告が後を絶ちません。その手口、被害例、注意点などを以下の通りお伝えします。睡眠薬、精神安定剤などの向精神薬は、量や体調によっては身体に重大な影響を及ぼす恐れがあることを改めて認識し、見知らぬ人物から誘われても同行したり、手渡された飲食物に口をつけたりしないよう十分注意し、警戒してください。睡眠薬強盗とは昏睡強盗とも呼ばれますが、犯人が狙いをつけたターゲット被害者に近づき同行を促し、その移動中または移動先の飲食店などにおいて即効性のある睡眠薬などを混入させた飲食物を勧め、被害者を眠らせて金品を強奪するもの、またその手口を言います。精神安定剤、向精神薬の一種である登録商標名アティバンを用いることが多い犯人らの手口から、フィリピンでは警察をはじめ一般的にアティバンギャングによる被害と称されます。デートレイプドラッグと同様の手口、睡眠薬を混入させた酒であればコップ一杯程度で記憶や意識がなくなると言われています。女性は特に注意してね。手口、被害例。ショッピングモールや繁華街などの路上を散策中、見知らぬ人物から道を教えてほしい。日本人。日本にいる親類のことで相談があるんだけど、セブから旅行に来てるんだけど、あなたも旅行、などと声をかけられます。年配の女性と若い女性2名だった。また一様に、とても人を騙すような人物には見えなかった。かなり巧みに、被害者の心理をついてくるものと考えられます。これに応ずると、実はそこで友達が待っている、などと言われ、徒歩、タクシーなどで移動することになります。その後の被害例は実に様々ですが、次のような例が挙げられます。徒歩で飲食店に移動し、提供された飲食物を口にして意識を失った。気がつくとホテルの自室で寝ており、ポケットの財布と携帯電話がなくなっていた。ホテルの場所は伝えてあったが、ホテルの従業員に聞いても、誰が送ってきたかはわからないと言われた。タクシーに乗ったが、どこにいるかわからなくなり、また友達と称する女性が二人便乗してきて自分を取り囲んだ。その車内で渡されたスナックとジュースを口にした後の意識がない。気づくと空港のロビーで寝ており、旅券や財布などが入ったバッグがなくなっていた。注意すべき点。被害者の多くは、次のように述べています。前述の手口、被害例などを十分に踏まえ、見知らぬ人物の誘いには初めから乗らないよう注意することが肝要です。事例は承知していたが、誘い込む手口やプロットが極めて巧みで、まさか自分が巻き込まれているとは思わなかった。一度行動を共にしてしまうと、どこにいるかもわからず、また雰囲気的にそこから抜けると言い出せなかった。みんなで飲み、食べていたので、自分だけ食べない、飲まない、というわけにはいかなかった。見ず知らずの人に絶対についていっちゃダメ、それが日本人でもだよ。怪しいものは飲まない、食べないようにすること。味が少しでも変だなと感じたらそれ以上は摂取しないこと。トイレから戻ってきた時、飲み残したものは飲まないこと。絶対に。恐喝、いわゆる包持たせ被害。フィリピン、特にマニラ首都圏では、日本人を含む外国人男性を狙った売春絡みの恐喝、いわゆる包持たせが多く発生しています。ショッピングモールで若い女性に声をかけられ、同行した結果、金を出せと脅され、強く拒否したところ男性が現れて、あるいは同行した結果、レストランに誘われ、支払い時にクレジットカードの利用を促され、後日、そのカードの不正利用が発覚する、といった例です。多くの場合、声をかけてくる若い女性についていかなければ、未然に防ぐことができるトラブルですが、最近ではマッチングアプリで待ち合わせた女性の家についていって、という報告も多くなってきています。なお、言うまでもありませんが、売春は違法行為であり、状況によっては最高で終身刑が科される重大犯罪となります。特に18歳未満の未成年者に対するわいせつ行為などは、たとえ双方合意の下であっても、終身刑などの重刑が科される例もあります。
順法意識を強く持ち、上記同様、見知らぬ人物の誘いには軽々乗らないよう、また、マッチングアプリは利用しないよう十分留意してください。その他、マニラ市内を散策中、馬車の御車から、たったの50ペソだよ、などと声をかけられて一人で乗車したところ、間もなく人気のない路地裏に引き込まれて、豹変した御車から5万ペソ出せと脅された、近くに仲間がいると言われ、怖くなって財布を差し出した、といった報告も寄せられています。以前、マニラ首都圏で横行していたタクシー強盗の類似例ですが、声をかけてくる御車やタクシー運転手の誘いには乗らないことが肝要です。また、犯罪被害とは異なりますが、公共の場所での喫煙を見とがめられ、罰金の支払いを余儀なくされた、といった報告も寄せられています。現在、フィリピンでは全土において、指定された場所以外での喫煙が禁じられています。警察官や自治体の係員などが、厳格な取り締まり活動を行っており、ホテル、飲食店、ショッピングモールといった商業施設など、すべての公共スペース、禁煙スペースにおける喫煙はもとより、路上の歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てなどは、初犯でも罰金が科されますので、十分注意してください。犯罪被害例や防犯対策など、詳しくは、安全対策基礎データ。説明欄、URL にも記載されていますので、合わせご参照ください。今後も各種規制が緩和され、観光客が増えれば犯罪件数も増加していくだけではなく、現在、失業や貧困が急速に拡大していることから、コロナ禍前以上に増える懸念があります。常に狙われている恐れがあることを改めて認識するとともに、トラブルに巻き込まれないよう、安全対策や順法意識を見直してください。また、仮に何らかの事件に巻き込まれ、身の危険を感じた場合には、絶対に抵抗せず、常に生命と身体の安全を最優先してください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルはフィリピン関連、特にマニラ、アンヘレスを中心に、これからも見聞きしたことや体験談をお話ししていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、バイポー。狙われてるよ。Thanks for watching, and always welcome, so come anytime.